度も込みです。さて本日はこちら、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、いやー、今日ですね、ちょっとすごく残念だというか、NDL ですね、つむぎ組さんが出場していた、その世界大会につなが、まあ、世界レベルの、リーグ戦があったんですけども、そこでですね、実はベスト4までですね、進んでいました。まあ、プレイオフで、合計7チームですね、クラクラチャンネルさんもいらっしゃったと思うんですけども、もう含む合計世界の7チームがある中で、ベスト4までね、行ったんですけどね、これがね、あと本当にもう相手パーフェクトで、こちらも、もう本当に、ワンホール13が2つだけ、しかもこれかなりの超高破壊率です。90% レベルの。これは、ほんとね、やっぱり自分が参加しないというのも、家でもこう、やっぱ撮影させていただいてるあのクランさんですんでね、応援する気持ちはめちゃくちゃあって、ちょっと残念でしたね。まあ、ほんと決勝まで行ったらまた、ぜひね、配信させていただけないかなとかいろいろ考えてたんですけども、あ、でも、まあこれで終わりではないんでね、全然、また次の大会、CWL も、ゆみさん見据えて動き出してらっしゃると思いますので、それですね、応援していきたいというふうに思います。また引き続き、こちらの、クランからですね、タンホール11、12の動画私もどんどん上げていきますので、それを見ていただきながらですね、応援してもらえたらなというふうに思っております。というところで本日はですね、このベスト4、まあ、決勝戦進出を決める、勝負の中で、まあ、ひときわ輝きを放った、やっぱねスーパーネグロマンサーが強いですね。めっちゃくちゃ強いので、これに関して、今日はですね、この一本でほぼほぼすべてのスパネクの、型を、分かっていただけるっていう、まあ、そんなような動画にしていきたいというふうに思ってまして、合計5本、ご覧いただきたいと思います。で、どれもめちゃくちゃ見応えがあります。まずね、オポティンさんのアタックですね、見ていきたいというふうに思います。こちら、基本的な、入り方っていうのはこれかなと思います。オーソドックスなのは、ですね、まずオデヒーで、解消しますね、ここ。いきながらライトニングをここに打ってきます。で、このゾーンとこうオデヒーのカットをつなげるように奥深くまで削りを入れてからスパネクをダーッとこう流していくという感じですね。で、このライトニングで壊す部分っていうのが、まあ、ちょっとコツがちょっとだけあって、やっぱですね、タンホール12における狙いどころはインフェルノタワーとクロスボウなんですね。この2つをやっぱり狙いたいんです。もう今回の配置だとここにインフェとクロスボウが重なってましたね。ちょっと見にくいな。ここに。ここにライトニングを打って、まあ、クロスは折れなかったもののダメージが入ってるというね。で、入れておきながら、この脇から、このカットをしたこの脇から入ったスーパーネクロマンサーが、タンホールに最短距離でぶつかれる、こういうような配置っていうのはすごく狙い目です。で、それを見逃さずオポティンさんに決めていったというところですね。ビッグボーイが序盤、アーチャークイーン、あとは、防衛軍、さらにグランドウォーデン像のターゲットを取りながら、後ろからネクロマンさんが攻めていくんですけども、ここでトームですね。ハメのトームを使ってます。で、さらにジャンプを重ねていって、奥の方にどんどん入っていくという形ですね。クロスボウ2機プラス相手の防衛軍、さらに、おでん像、この辺のダメージが重なるんで、しかも爆破ダメージも食らっちゃいますので、この場合は一番、ダメージがかさむ、ここで、スーパーネクロマンサー本体を絶対にやらせないぞというところで、体力満タンまで回復させるための、トームというところですね。さらに中心部にレイジを打つことによって、レイジヒーラーの形になりますので、これ、スーパーネクロマンサーが全然やられないんですね。1体ちょっと厳しくなっていってますけども、まあ、この1体、あ、2体厳しくなったかな。うん。やっぱりここで、トームが使えなかった分ダメージは食ってしまうんですが、ここの時点で、ヒーラーが生き残っていて、で、さらにアーチャークイーンも生き残っていて、クローク残しの状態。で、スーパーネクロマンサーも2体、まだ体力半分以上残している状態というところなので、まあ、1体瀕死か。これで終わっちゃいましたね。ですので、あとこのままもう押し切れるというところですね。スーパーネクロマンサーを決めるときって、やっぱりですね、まあ、一つ特徴的な部分は、トムの付け方ですね。少し遅らせる。要は、タンホールのところで爆破ダメージに合わせたくなっちゃうんですけども、この爆破ダメージに全然耐えられるだけの体力を、この、スケルトン、ビッグボーイも、スーパーネクロ本体も持ってますんで、そこでトムをちょっと我慢しておいて、ダメージ食らわせちゃうんですね。食らうんですけども、その後に来る中央部の、集中砲火を受けるところら辺でトームを使うことによって、まあ、ダメージを無効化できるというメリット。さらに、その無効化期間中にヒーラーが回復させるという、
ということで、一石二鳥の効果が生まれるんですね。これができるのがスーパーネクロマンサーの特徴です。ただ今のアタックでは序盤かなりダメージが集中しちゃうんで、そこの爆破ダメージのところに合わせてトンボを使ったという。なんで最終盤若干苦しくなりましたが、序盤温存した体力でもってそのまま押し切ったというような格好になってます。これがまず基本的な形ですね。ライトニングを使ってジャンプ2枚ぐらいを使うっていうのが、まあベーシックな、自分は、スパニックの方法かなと思います。で、次見てもらうのは、もらうのは、ジャンプ3枚のパターン。これでもいけちゃうんですね。ジャンプ3枚、ライトニング4枚、クエイク1枚ですね。当然このクロスボムまでは降りきれませんが、インフェノタワーは降りきれます。さらに周りのアチャート大砲も降りきれるというところですね。で、ですね、この、なんていうのかな、攻めがなんで強いかっていうところ、ちょっともう一回おさらいしていくと、やっぱですね、スーパーネクロマンサーっていうユニットが、そもそもこれ、レベル最大のユニットが使えるわけなんですね。タウンホール13レベルのユニットです、これ。これがまず使えるという点と、さらにライトニングクエイク、これもレベルマックスなんですよ。正味ですね、ヒーローレベルプラスヒーラー のレベル。あとユニットコスト、ここだけがタウンホール13にも及ばないものの、もうそれ以外は、タウンホール13レベルなんですよね。なんならタウンホール13って、2020年の冬までは、ユニットコストとタウンホール12と変わらない280枠だったんで、まあ、その状態のタウンホール13と比べたらほとんど遜色ない攻撃力がタウンホール12で得られちゃうんですね。これ弱いわけがないじゃないですか。この状況って弱いわけがないので、これがやっぱり特徴的なところですね。で、そのタウンホール13でも通用する体力と攻撃力を持っているスパネクなので、まあ、こんな格好でヒーラーがついていってくれさえすれば、そうそう簡単にはやられないですね。ビッグボーイがやっぱ盾になってくれるし、で盾になってくれてる間に、スパネクロマンサーはヒーラーで回復ができるというところですね。で、ある程度回復したところでまたビッグボーイを出して、次の防衛のターゲットをビッグボーイが取って、またスーパーネクロマンサーは回復タイムに入ると、繰り返しですねができていくので、基本的にヒーラーがビッグボーイ回復させるっていうことはまあそんなにはないです。基本的にはダメージを受けたスパネクを回復させ続けるようなイメージで回っていくんですね。これ自然にこうなると。でやっぱりジャンプ3枚打ってるんでレイジが当然詰めてないんですけども、その部分はあんまり影響がこのリミットないような感じですよね。スーパーネクロマンサーに引き続きガンガン押していきます。今2体生き残ってるという状態なんですけども、しっかりスパネクヒーラーの形になっちゃってますので、もうこれ止めようがないですね。バーバリアンキングもこの時点で一層残しています。まあ外周部のダメージっていうのがほとんど、入ってなかったので、キングとペッカの、体力で持っちゃってますね、ここまで。なのでフィストを使う必要がなく残せたので、もうこれはもう完全に圧倒的な全開。なんなら投下弊社が出てきたホグライダーがまだピンピンしてるっていうね、そういう、まあ、当然ながら反則級の強さになります。ジャンプ3枚使っても全然ユニットがちゃんとばらけずに進みさえすればいけるというのがスーパーネクロマンサーなんですね。これでばらけちゃうと苦しいです。今回のケースっていうのも、ね、村の配置だけ見ますけども、ここね、ジャンプで入った時にここ若干ジャンプの呪文がこのクロスしてるこの壁にもかかったんで、スパネックがこう二手に分かれたんですね。でヒーラーがついていったんですけども、エアスイーパーに吹かれちゃったもんで、こっちにいたスパネクロがやられちゃったんですね。こういう風に分断されちゃうとやっぱちょっと弱くなります。なのでしっかりと束にして歩かせていく。ただこれ束にして歩かせても遠距離攻撃なんで、アーチャークイーンと一緒にこういうルートで入っても壁の内側から外にある防衛をこう抜いていくんですね。ガンガンこう抜いていってくれるんですよ。こういう効果があるので、そんなにばらけさせるっていうのは、まあ、特策に多分ならないユニットですね。AT みたいなユニットは最終盤あえてばらけさせてトーム打ってレイジかけて一気に潰すっていう、まあ、方法も取れたりするんですけども、まあ、それするよりはむしろ確実にルートを限定しながら歩かせる。今回のキャリーパッパさんもここちゃんと潰して、あ、ごめんなさい、潰していたので、もうルートとしてはこのルートですよね。ここに流し込んでいきながら、こういうところを打って、ね、打っていきましょうって、打っていこうって、こんな感じですよね。のプランニングになってました。これがやっぱり、できるかどうかがポイントなんで、ジャンプ3枚というのは決して多くはなくて、使える枚数だというふうに思います。だいぶちょっとトークンが長くなりましたね。少しサクサク目に行きましょうか。もうこの時点で9分経っちゃってるんで、序盤の話もあったせいで。ですね。今回は食い火のパターンですね。こういう風にお出火をするメリットがあんまりないような場合、さらにこの辺ストレージがいっぱいあって、
ちょっとここで非時間かかりすぎるなっていう場合には、食い火を使うこともできます。で、今回食い火を使えた理由は、まあ、非常に進行が早いんで、サイドカットの、なんていうのかな、合わせが難しいんですよね。おでんのカットと、キング東海兵舎のカットがちょうどいい具合に噛み合ったタイミングでスパネコを出すっていうのが、中にこう入れていく上では、重要なんですね。で、今こう進行するのと、このカット、中に入れていくスパネコを出すタイミングがいつかと、ですね、まあ、フェン。この部分っていうのがすごく大事になってくるんですけども、それが少しタイミングを読みづらいのが、まあ、クイヒーを使ったパターンです。今回みたいに、クイヒーで折れないこの部分ライトニングで折ってしまって、クイヒーを流していけば、まあ、結局、なんか呪文が持たないかなっていうふうにね、クイヒー使うのにライトニングかよって思うかもしれないですけども、まあ、そこは、本来おでひでする仕事をクイヒーでやってるだけなので、主力がスパネクである限りは別に何の問題もないかなという。そのままこれ非常に綺麗ですね。若干キングが先行してるんでクロスボーンターゲットをもろに受けて、キング序盤で落っこっちゃうんですけども、まあ、その後スーパーネクロマーサーがしっかりこの壁の中に入って、束でこう進んでいく、もうルートが出来上がってますので、このまま押し切っていきます。壁の外にちょっとね、何体か出てしまったのがいるのが少し痛かったんですけども、行っただけですね。他のスーパーネクロマーサー3体はしっかりと中に入って、壁の外から1体ですね。これぐらいの割合で動いていってくれれば、むしろ好都合かもしれないですね。中央部分ビッグボーイとさらに、アーチャークイーン、スーパーネクロマンサーが一気にクロスボとタウンホールを叩き寄りますね。この一番火力が集中するポイントでしっかりトームが効いてますので、体力を回復させながら進めていったはずが、ヒーラーがね、こっちのスパネックに移っちゃいましたね。ちょっとこれは誤算。ただ、回復すみません、させなかったんですけども、トームを使ったことによって攻撃力帯っていうのを無効化して突破できましたんで、あとは、ここで温存した体力を一気に使って最終盤持っていくという感じですね。だいぶばらけましたが、もう、体力がもう完全にここに集中しちゃってるんで、そこをトームで乗り切れた段階でもう勝負ありですね。しっかりスーパーネクロマーサー3体、中に入り、ビッグボーイがもう全部壁の中にこう入っていってくる。この形が出来上がったんで、スーパーネク本体がやっぱりクロスボウとかから投げられる、頻度がすごく減りましたし、まあ、さらに、トームによってダメージも、入らなくなって、そのまま押し切れたと。ネクロ本体が傷つかずに押し切れたというところですね。圧倒的ですね。で3体生き残っている。アーチャークイーンも生き残っているという形ですね。素晴らしい強さですよね。本当に。遠距離攻撃ユニットなんで、これをちゃんと壁の中に入れるっていう意味では少し難しさはあるんですけども、それができる、やっぱテクニック持ってらっしゃる方、でそれを身につけさえすれば、もう本当無双します。マジで止まんないですよ、これ、本当に。僕結構ね、トームのタイミングとかミスって、やられちゃうことが最近よくあったんですけども、トームのタイミングすごく重要ですね。しっかりと、ね、スパネク本体の体力を管理して、本体が1体でもやられそうになったタイミングでトームを使うとか、いうのが個人的にはおすすめなタイミングかなって思う。ライトニング、おでひ、クイヒーときて、今度はですね、これもなかなか特徴的ですよ。これ、東海兵舎キングで3時方面から12時カットですね。で、ヒーラーをネクロマンサー本体につけて、この壁の中にこう進ませていくっていうのが、今回のパターンです。これはね、よくやったなって思いますね。ほんとすごい。なんか、イエティとかペッカーを使うような形でスパネクを使っていってるんですけども、まあ、合理的ですよね。これってかなり。スパネクって壁を突破する力も、なんだ、ペッカ並みにありますので、要はビッグボーイはとにかく、攻撃力高いんで壁の突破力半端ないんですよね。でこいつらを使って壁を殴り開けていきさせつつ最終盤は突破していく。序盤に関してはこんな形でスーパーネクロマンサーとビッグボーイが束になって動いていく、まあ、この、形って言ってみれば、ペッカボーランに似てますよね。要はペッカの代わりがビッグボーイ、ボーランの代わりが、このスーパーネクロマンサーっていう、この形を作り出して一気に押していくっていうパターンですね。ただその代わり、スパネクってですね、1体あたりのユニットコストがやっぱ40と重たいので、これを4体積んじゃうと、まあ、こっち側のカットをね、こうするとか、いうことがなかなかしにくいんですよね。さらに当然、スーパーネクロマンサーヒーラーつけなきゃいけないですから、クイヒー、なんだ、間違えた、ディガホグとかみたいに、ヒーラーなしでガンガンヒール耐えてっていうことはあんまできないじゃないですか、ジャンプを使って。ですから、今回これができたのは、まずこの入り口に対して、カット、こことここのカットが非常に合理的にできる方法があったということが1点と、さらにジャンプを使って、こういう形のルート、
が綺麗に壁の中から三陸が出ちゃうと、これ大事故につながるんですね。スパネク編成するときの注意点は、壁の中に常にスパネクを入れ続けること、これがすごく重要なんですけど、今回この壁の中でちゃんと暴れさせるルートが作れる、この2つがあったので、今回、ビッグボスさんですね、この攻め方を選んだんじゃないかなというふうに思います。やばいスパネク4体しっかり生き残ってますね。全部生き残っての全開でした。全くやられる要素なしとね。このスムーギグリさん、本当にもうね、なんかオールスター軍なんですよ。2分30秒か。まあ結構時間に対しても余裕ありますね。30秒残しなんで、全く時間問題なしかなというところですね。ラストいきましょう。まあ、ここまでいろいろ見てもらいました。ライトニングからの、おでひの入りですね。それのジャンプ2枚パターンと3枚パターン。さらに食いひからの入り。両サイドをカットして食いひもおでひも使わない入り方。このパターンはライトニングを使わずに済むので、ジャンプの呪文を3枚積んでレイジも積めるということで、かなり呪文枠が、スパネク本体に避けるような攻め方になってました。で、今回最後見てもらうのは、一番最初の1本目と同じオーソドックスな形を見てもらって終わりにしたいなと思います。多分この形がですね、一番、まあ、使いやすいというか、よくハマりやすい形かなというふうに個人的には思いますので、まず編成悩んだらこの形で攻めてもらうのがいいのかなと思います。あと1本目ですね、1本目のアタック、オポーティンさん、確か1本目のアタックか、この3本目のアタックですね、5本目のアタック、ごめんなさい、だいぶ頭混乱してる。1か5のこのパターン、ジャンプ2個パターンプラスライトニングパターンですね、これを試してみてもらうのがいいのかな。で、今回はしっかりこれスーパーボールブレイカーで壁を開けていて、そこにこう流し込んでいきましたね。で、このやっぱでジャンプの呪文節約できるところはした方がいいです。さっき4本目のアタック、ビッグボスのアタックっていうのは、ダミー壁があったりするんで、ダミー壁ってこういうやつ、ここにこういう風に立ってちゃう、こういう風に。この壁、こういうなんですよ。これ、ボールブレーカーこう回り込んでっちゃったりするんで、壁開かないんですね、ここに穴が。こういう場合には必要なことを、こうジャンプを当てて一気に通していくルートを作るって、まあ、そういう形もまあ、あり得るんですけども、ジャンプを当ててね、一気に通していく。あるんですけども、今回の攻め方の場合、これ思いっきり角っこに穴が開けれるので、そこに対して、穴を開けながらジャンプの呪文を節約して持っていくという、ね、そうすることによって奥側にジャンプ2枚使えるので、1個目のジャンプまではユニットをこう、ね、束にした状態で攻めていって、2個目のジャンプのタイミングでユニットを一気にこうばらけさせるという形になります。ここ の,、ね、の束になっている間はヒーラーがつくので、そうそうエスパンディクの本体、まあ、やられにくい形になってますよね。若干2体減っちゃってますけども、まあまあこのまま、バルキリーが上から攻めてきてるし、下方面に関してはエスパンディク本体とアーチャークイーンが黒く残した状態でいますので、もうそれで押し切れちゃうというところですね。はい、最終盤ばらけさすっていうのはあり得るかなと思います。中盤でばらけさせちゃうと、ちょっと、各スパネクがいろんなところから集中砲火を受けまくって、個体個体が撃破されちゃうんですけども、最終盤ばらけさせる分にはそのまま押し切れるので、問題としては大きく問題にはならない。むしろそういうパターンというのは狙ってやる、べき場合も十分あるので、今回のですねアタック、かなりそういったそのスパネクの特徴というのを抑えたすごくいいアタックだった。うまいっすよね、マジで。こうね、本当にうまい人のスパネクとか見てると、すごい簡単そうに見えるんですけど、やっぱりいくつか注意点ってあって、束にして歩かせられるルートをちゃんとジャンプで作っていくというと、あとライトニングとオデヒのカットを使って奥深くまでしっかり削る。これね、ちょっとこの辺でいいかなっていう妥協をしちゃうとダメなんですよね。スパネクって遠距離攻撃をするんで、簡単にそのおでんがいる場所の反対側に流れていっちゃったりするので、もうそれがないようにきっちりカットをしておくっていうのはめちゃくちゃ重要かなと思います。あとは飛ぶのタイミングですね。個人的にはそのスパネク本体がダメージを負って、ちょっとそろそろやばそうだなと思ったタイミングで使うのがポイントかなと思ってます。そうすることによって回復する間ができますので、回復効果を狙ってダメージを受けないために使うんじゃなくて、若干受けたところを回復するために使うぐらいの遠目にすると、割とタイミングとしてはベストなのかなっていうような、まあ雰囲気がしてますね。あとはユニットがばらける前に使うですね、この2つのパターンがいいのかなと。この辺意識してもらうと、おそらく今回見てもらった5本の攻め方どれかが当てはまる村がほぼほぼあると思うので、まあそれを狙ってスパネク攻めしてもらうと、タンホール中に結構簡単に全開いけるんじゃないかなと思います。
まあね、このレベルが高い方々の攻めなんて本当に、スムーズですけども、まあ、そこは、参考にしながらぜひ一緒に、ね、慣れていって使いこなしていきたいなと思いますので、一緒に練習しましょう。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか？参考になったと思ったらぜひ、グッドボタン、チャンネル登録やってもらえたらすごく嬉しいです。励みになります。また、私のチャンネルですね、今回12で、だけども11と13もで含めてタウンホール幅広く見ていきますので、今後もですねぜひご視聴いただいて参考にしてもらえたらとても嬉しく思います。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。